パウラ・セリングは、ルーマニアの歌手、作曲家、ラジオ DJ である。オビディウチェルナウツェアヌと共に、ノルウェーで開催される、ユーロビジョンソングコンテスト2010の、ルーマニア代表として参加し、プレイングウィズ・ファイアを歌う。バイアマーレに生まれ育ち、6歳からピアノを習い始める。15歳の時に、芸術学校に入って、音楽を学んだ。数々の音楽祭に参加して、 受賞を重ね、1996年にはバックボーカルとしてチェルブルでアうル国際音楽祭に参加し、その際にソロでの歌唱を求められた。1998年に初のアルバムとして英語曲を収録したオンリーラブ、ルーマニア語曲を収録したスタイシー、イグジストがロトンより発売された。2002年、チェルブルでアうル国際音楽祭にて優勝を果たした。 2003年には MTV ルーマニアの最優秀ビデオアーティストに選ばれる。2005年独自のレコードレーベルユニコーンレコーズを設立した。2009年のチェルブルでアウル国際音楽祭では審査員を務める。この時に音楽祭に参加し、セリングからの票を得たオビディウチェルナウツェアヌは彼女にデュエットを持ちかけ、セリングがこれに応えて二人の共演が実現した。 二人は、ユーロビジョンソングコンテスト2010のルーマニア代表を目指すことに決め、プレイングウィズファイヤーを録音して代表選考に加わった。2010年1月27日、代表選考の予選を通過し、3月6日には決勝戦で優勝を果たし、ユーロビジョンのルーマニア代表となることが決まった。これまでに、アルバノとのデュエットや、マイケル・ボルトン、 ビヨンセ等の前座も経験している。ありがとうございます。